ウィン・マカオは、中華人民共和国のマカオ特別行政区にある、ウィンリゾート社が経営する統合型リゾートである。2006年9月オープン。2002年に、マカオ政府が、これまで、スタンディー法経営の、ソシエダーデーでツーリスもいい、ダイバーソスでマカオ、SA が独占してきたギャンブルを含むマカオのカジノ、経営権の国際入札を実施し、その結果、 アメリカのウィンリゾーツ社と香港系のギャラクシーカジノ社にも開放した。これを受け、ウィンリゾーツ社の社主でラスベガスを変えた男と呼ばれるスティーブ・ウィンがプロデュースし、アメリカ合衆国のラスベガスにあるウィンラスベガスのマカオ版として2006年9月にオープンしたマカオ最新の豪華カジノホテル。マカオの中心部のアベニダディーエア・ミザで日ー600室を持つホテル内に、 マカオでも最大級の面積を持つカジノや中華料理やイタリアン料理、日本料理などの4つのレストラン、スパなどの施設を持つ。なお、これらの施設は今後拡充される予定であると発表されている。2021年9月マカオのコロナウイルス蔓延による影響から一時閉鎖を発表。関連項目ウィンラスベガス。ありがとうございます。